やはりこの人には自然と注目が集まります。ここ3試合で4ゴールと乗っています。キックオフまであとわずかです。試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。ムニシパルデイプルーアへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。スペインからお送りするラリーガの一戦、これは熱戦になりそうですね。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。ディミトロビッチ、ポネル4、パウロ・オリベイラ、ポネル3、ビガス、ポネル15、コテ、ポネル10、エドゥ・エクスポシト。このエスタディオ・ムニシパルデ・イプルーアはスペイン・バスク州のエイバルに位置しています。会場当初は収容人数1万人に満たない小規模なスタジアムでしたが、チームの成長に連動する形で増改築を重ね、ここまで大きくなりました。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。同じく攻撃的な 4-5-1 ですね。セルジエンリク、乾貴司、ディフェンスの前に出、空いているスペースが見えたか、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。リプレイが出ます。ここで乾がディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。パパクリ・ディオップ、カウンターのチャンスです。スルーパスが味方に通る。シュートはわずかに枠の外へ。お手本になるようないいカウンターでしたね。爪が甘かったことだけが悔やまれます。あわやというシーンでしたから監督もがっかりしています。アレックス・フェルナンデス、いいカットです。ボールを奪いました。武藤義則、素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。コーナーキックのチャンスです。リードを広げられるでしょうか。前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。絶妙なパス、これはチャンスだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。
一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。中に入れてくるか。乾セルジエンリーク弾きましたが、ここはプレーを切りたい。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。このカウンターは要注意です。ネグレド、このクロスに合わせたい。クリアしました。コーナーキックです。乾武藤のオフサイドです。飛び出しとパスのタイミングが合いませんでしたね。武藤義則、おっとこれは面白い。ゴール、エイバル決めました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この角度からも見ましょう。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。アウグスト・フェルナンデス、ここでシュート、ちょっと力がありません。ここにアルバロ・ネグレド、試合終了のホイッスル。このリーグ戦はホームチームが勝利しました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。試合が始まりました。エイバルのキックオフです。乾隆、ディフェンスの前に出た。空いているスペースが見えたか。スルーパスが味方に通る。シュートはわずかに枠の外へ。お手本になるようないいカウンターでしたね。武藤義則、素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。絶妙なパス、これはチャンスだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これ Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas.
Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas.